Resources received. 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 Resources received.久々に静かで穏やかな気持ちです。あなたの鼓動さえ聞こえるくらい。少しこの部屋で寝てもいいか？わかりました。でもまずは落としたネジを探さないと。どこだよここ。あ？まあいいだろう、一人でいるのが好きだし。ここが召喚の居宅ですね。なんだかお家に帰ってきたみたい。ここは何をする場所だ？いい部屋じゃねえか。よし、目立つ場所はどこかなっと。ポプカルを一人にしないで。こういう狭い部屋はやはり慣れないわ。あべば、ちょば、ちょば、ちょば。やばやばやばめ。部屋じゃないか。今夜はパーティーをやろうか。こたつ、こたつはどこ？何かお手伝いしましょうか。やわー、これがロドスの中ですか。いいな。やっぱりドクター君のそばが一番居心地がいいわ。こういう狭い部屋はやはり慣れないわ。
ここならよく寝られるかな。おかえり、ドクター。石見習いのアンセルです。ビーグルって言います。まあ、行動予備隊 A6 の隊長オーキッドよ。ドクターというのはあなたのことかしら。これからよろしくお願いするわ。刻一刻と変化する戦いのリズムについていくためにもそれ相応の努力をしないとね。そうでしょ。新しい力ちゃんと使いこなすから。
薬草の匂いが残ってる気がします。どこかにレアな素材が落ちてたりしないかしら。一気に型をつけておけ。みんなこっち来て。位置についたよ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。リンゴちゃん、今日もよろしくね。みんな、お腹空いた？戦場に出たからは死ぬ覚悟決めろ。自分を証明してみせるわ。ほら、頑張れ。もうちょっとで僕に体が、ほら。みんなこっち来て。ソルフェスト、私たちの盾となれ。ごめんなさいね。まあ、これがあなたたちに用意された結末なの。全員無事で戻るぞ。一気に型をつけ。貴様の生死は私が決める。本気で行くよ。クムがみんなを守る。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。本気で行くよ。戦場なんて大衆もの食べよ。キラリッと。どけ。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。輝きは星のきらめき。貴様の生死は私が決める。やった、任務完了や。
戦闘シーンが撮れそうだ。殺すつもりなら殺される覚悟で来い。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。ちょっとからかってあげようっと。お仕事スタート。ディオポーレント。ただ一瞬です。貴様の精神は私が決める。体が重く感じてきた。誰一人通すの。あなたは私の武器は誰にでも扱えるわけではない。百聞は一見にしかず。空を舞う感覚味わってみない。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。銃弾の雨で。あなたたちを苦痛から救済しよう。完璧な戦果を上げてこな。逃げるがいい。死ぬよりは腰抜けと呼ばれる方がまだマシだろうか。貴様の生死は私が決める。ついてきて。お仕事スタート。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。繁栄か、あるいは滅びか。私の得意技を見せてあげる。戦場に出たからには死ぬ。心配しないで。いけー。雪の照り返しで目くらましたよ。どけ。お前の父、私の得意技を見せてあげる。どけ。やった。任務完了や。みんな、ロドスに勝利の知らせを持って帰ろうね。どけ。
テム。どけ。繁栄か、あるいは滅びか。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。私の得意技を見せてあげる。誰一人通すの苦しみを。ターゲットが位置についたね。よし、ドローン起動。貴様の生死は私が決める。奴らを押す。私の得意技を見せてあげる。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。投降を拒む者には容赦はできん。おかえり、ドクター。昇格ありがとう。これでまた設備の更新ができる。拳を打ち込めば間違いなく相手を倒せていたはずです。完璧な戦果を上げてこな。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから、安心して行ってらっしゃい。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ちょっとからかってあげようっと。お仕事スタート。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。このピンチを乗り越えよう。どけ。誰一人通すも。そんなの。3、2、1、いっけー。貴様の生死は私が決める。
私の仲間を傷つけたければ、このピンチを乗り越えよう。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。銃弾の雨で、あなたたちを苦痛から救済しよう。全員無事で戻るぞ。殺すつもりなら殺される覚悟で来い。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。キラリッと、ちょっとからかってあげようっと。お仕事スタート。アップルパイ。繁栄か、あるいは滅びか。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。このピンチを乗り越えよう。ここからは心配しないで。お花ちゃんたち、咲き誇れ。貴様の生死は私が決める。お前の父、体が重く感じてきた。どけ。目の前で仲間が傷つけられることだけは我慢ならない。の調整があとちょっとで。よし。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ちょっとからかってあげようっと。お仕事スタート。ドッグンロール。繁栄か、あるいは滅びか。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。体が重く感じてきた。誰一人通すの。あなたは3、2、1、いけー。貴様の生死は私が決める。私の仲間を傷つけたければ、私の得意技を見せてあげる。貴様の生死は私が決める。医療班は現地にて感染者の組織採取を行い、当エリアの感染サンプルとしてください。昇進？ふーん、別に論面での地位が上がるわけでもないよね。でもあんたがどうしてもって言うなら、私受けてあげないこともないわよ。
こうやって拳を打ち込めば間違いなく相手を倒せていたはずです。全員、無事で戻るぞ。走ろう。ただ、一瞬です。貴様の生死は私が決める。心配しないで。この槍で道を切り開く。私の武器は、誰にでも扱えるわけではない。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。苦しみを忘れたことはありません。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから、安心して行ってらっしゃい。私の仲間を傷つけたければ、まずはこの盾に許可を取ってからにしてもらおう。こんなの。どけ。このピンチを乗り越えよう。Mission accomplished。よし、素晴らしい戦いだった。みんなよくやったよ。おかえり、ドクター隊長って難しそうだけど、やってみるよ。繁栄か、あるいは滅びか。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。こんなの悲しいです。よーい、ドン。貴様の生死は私が決める。どけ。あなたは。へえ、雪の照り返しで目くらましたよ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。
しいです。私が噂の F イーターだ。よろしく。誰一人通すものか。私の武器は誰にでも空を舞う感覚味わってみない？銃弾の雨であなたたちを苦痛から救済しよう。
帰り、ドクター設備の調整があとちょっとで。よし、ついてきて。本気で行くよ。アップルパイ。まさか殺すつもりなら殺される覚悟で来い。システムオールグリーン。迷える魂たちを安息の地へお導きください。おかえり、ドクター帰り、ドクター。
おかえり。